こんにちは。この動画を見てくださってる皆さん、ありがとうございます。クラブムーン社長のライトです。今回は、どこでホストやろうかなとか、ホストやってみようかなっていう皆様のために、このお店の素敵な雰囲気をご紹介したいと思います。それでは、店内へ行きましょう。はい、店内の方に移動してきましたが、ご覧ください。あ、これまずキャッシャーですね。初めて面接とかで、はい、ご来店した時に一声かけてください。内勤さんがいるんでね、このキャッシャーには。そしてどうでしょう、この店内は。綺麗ですね。はい、で、あっちがトイレになってね、お手洗いだったりしてます。キッチンもあっちにあります。はい、この素敵なね、シャンデリアも、いいですね。で、ちなみにこっちのドアの向こうが、ちょっと今汚いですけどね、従業員控室になります。更衣室ですね。はい、改めまして、クラブムーン社長の木崎ライトです。はい、今回完全新規店としてオープンします。はい、で、このお店本当に一から作ってきたお店で、店内もさっきご覧に、なってくれた通り分かると思うんですけども、ちょっとこじんまりとした、はい、キャパになってます。大きさになってます。なんですけどね、あえて大きくない小箱の箱を選びました。はい、っていうのはやっぱり従業員一丸となってね、和気あいあいとチームワーク持ったお店を作っていきたいなって、このお店を作る時にそう感じたんで、あまり大きな箱は選びませんでした。なんで、すごい従業員みんな仲良くね、和気あいあいとやってくれる環境を作ることを自分はすごい頭に入れて、これから営業をしていくと思うんで、動画を見ている皆さんもぜひこのお店でね、そのあったかい雰囲気だったり、アットホームな雰囲気っていうのをすごい味わってほしいなって本当に心から思います。それぐらい働きやすい環境を作るにはすごい自信を持ってます。はい、なんでこのクラブムーンで皆さんもホストにね、ちょっとでも興味があるんであれば、素敵なホスト人生を歩んで、そして自分もね、将来お店が持てるように、本当にそうやってみんなが成長 していく姿をね、本当に応援していくのが自分の仕事だと思ってるんで、ぜひみんなで頑張っていきましょう。もしちょっとでも興味があって、話聞きたいなとか面接したいなって思った方は、ここら辺に出るのかな、はい、ここら辺にお店の番号が、はい、出ると思うんで、いつでもご連絡してきてください。そして一緒に歌舞伎町を盛り上げていきましょう。よろしくタッス。